来だ。ディタディソン落後の PF にウォーカーギアが配備された。これを全機排除してくれ。破壊、回収、手段は問わない。ウォーカーギアの供給元、サイファーに迫るチャンスだ。頼んだぞ。MPLA からの依頼だ。リタディソン落後に配備された西側の新型二足方向兵器が我が軍の脅威となっている。排除してほしいと。彼らの言う二足方向兵器とは無論ウォーカーギアのことだ。先に報告した通り、アフリカの PF はウォーカーギアを配備している。だが妙だと思わないか。西側に雇われている PF がソ連軍のプロトタイプを入手にもかかわらず、東側の MPLA はそのことを知らない。つまりアフガンで培われた東側の兵器技術がこのアフリカでは西側に供給されているんだ。そんなルートを持っているのはサイファー以外にありえない。ボス、 MPLA の依頼通りディタディソン落後のウォーカーギアを排除してくれ。そうすれば PF はその供給元に接触を図るだろう。供給元、サイファーに迫るチャンスだ。ターゲットはその拠点内に配備されている。全て見つけ出し排除してくれ。
よし。なし。ミッションクリア。すごい。ミッション完了。ボス、あんたは最高だ。ボス、思った通りだ。あんたがウォーカーギアを排除したことで。ディダディソン落跡から CFA 本部へ補充依頼が飛んだ。その CFA が接触したのは 3R、 そう、ムヒンダ油田のオーナー、例のペーパーカンパニーだ。やはり 3R はサイファーの隠れ蓑だったか。補充自体は後回しになったようだが、ウォーカーギアがノアブラガ空港跡から輸送されることも分かった。そのサバンナには PF の拠点を結ぶ物流網があるらしい。この物流網を諜報班に追わせてみる。サイファーが PF にウォーカーギアを供給しているなら、 PF がサイファーに支払う対価もあるはずだ。この流れを追うことで連中の影に迫れるかもしれん。